こんにちは、センター CR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の、第22回を、始めたいと思います。よろしくお願いします。前回は S バイトの対応したんですね。で、ソースコードを実際に、C の、コンパイラーにかけて、で、マイナスを含む値の計算がちゃんとうまくいってるっていうのを確認するところまでやりましたと。じゃあ、今度は16ビットいきますかね。またいつも通り、テストの方をいじっていきましょう。ちょっとなんか似たようなコードがいっぱいになってきたので、本来ならリファクタリングするかみたいなのはあるんですけど、もうちょっと後回しにしたいですね。命令単位、要するに IL の命令単位でテストできるようなインフラを作りたいと思っているんですよ。でも、なんかあんまり早い段階でそれやってしまうとですね、そうすると何だっけ、レコードコンテキストとか IL コンバーターの構造のあたりをいじらなきゃいけないっていう話になった時に、テストコードを直すのがすごく大変になってしまうんで、なんで今ちょっとそれは保留してるんですよね。で、まあ、かといってですね、これ今コピペコードがすごい増えてきてるので、なんかこれはこれで後で、例えば、これ今見てるような、この辺のスタックのやり取りの部分を、仮にですけど、なんかその、デコードコンテキストのあたりとかをいじって、で、この辺の無駄ななんか再代入とかを、出力しないようにとか、そういう工夫をした場合に、この辺のテストコードを全て書き直さなければいけないという、また別のジレンマもあって、まあ、どっちもどっちなんですけど、もうちょっと、もうコア部分は多分これ以上はなんかそんなに変えることはないねっていう確証がもうちょっと得られてから、そこに踏み切りたいなと思ってます。その基準はね、多分、バリュータイプ、構造体ですね。構造体のサポートあたりをすれば、なんか見えてくるかなっていう気はしてるんですよ。なので、まぁ、ちょっとそこをやるまでもうちょっと我慢して、これを引き伸ばし、で、そろそろ皆さん、気がついてるかもしれないですけども、今はなんか C シャープで、対象となる IL のコードを書いて、で、それをコンパイルした結果の IL のバイトコードをもとに変換してるんですけど、まあ、それをそれだと網羅されない命令があるんじゃないのみたいなのがあるわけですよね。で、網羅しなきゃいけない IL っていうのはオープンコースに全部定義されているので、本来はこれをつぶさに潰していった方が確実だと思うんですけども、まあ、今はそれもちょっと分かってて、やってないんですよね。まあ、その今言った、その命令単位でテストできるって環境ができないと、その IL ごとに、こう、つぶさに、IL 前に書く、テストコードを書いていくってことももちろんできないし、まあ、なのでそこら辺も含めてもう少しなんか進めてから、なんかテストを抜本的に手を入れるみたいな風にしたいと思ってるので、今ちょっとコピペが増えてきてる感じなんですよ。で、ちょっと見にくいので、なので、まず、ちょっと、そうですね、まあ、型ごとに、とりあえずリージョンで切っておきますか。まあ、しょうがないんだよね。バイトとかで切りますかね。バイトで、バイトはここ。これかな。S バイト。S バイト。それからここはイント64ですね。これもイント64ですね。で、イント32。これもイント32。まあ、これもイント32ですね。ああ、バリエーションとして、なんかイント32の引数を取るみたいなテストを書いたんですね。それから、ここはコンディショナルですね。
コンディショナルブランチのテスト。まあちょっとテストの分類の仕方もね、微妙ですけどね。まあまあ、今はまだそこの、そういう細かいところまでは、どうにかしないことにします。これまあ、割とスッキリしましたね。こんな感じですね。はい。じゃあ、ここから、ショート行きましょうかね。U ショートとショートがありますけど、まあ、ショートからやりましょうか。これあれですね。ちょっとイント3とイント64の位置を変えておきますか。なんとなくですけど、別に変えてどうっていうのはないですけど。はい。それで、イント、16ですね。で、まあ、いつも通り、まずは単純なパターンでいきますか。はい。で、これ名前を変えていきますね。int16 メインボディ、16。なんか、in16 になってますね。int16 ですね。これ、下間違ってるな。イント16メインボディ、イント16メインボディと。ちょっと直しとこうかな。せっかくだし。イン3になってますね。イント32ですね。それから、他は大丈夫かな。あ、ここもイン3になってますね。コピペしたな、多分。これもですね。イン3になってます。テストコード自体はイント3になってますね。はい、こんな感じかな。で、イント3には閉じておいて、これですね。で、まあ、いつも通りここをちょっと練っていきます。値はこんな感じですね。ショートの値としての1と2。これらを、足し算して、結果をショートになるようにキャストしておきます。最後にこのショートの値をリターンとして返しますと。こんな感じですよね。で、まぁ、ちょっと本文は置いておいて、それぞれの入出力と分かる範囲で、ここのコードも変えておきましょうか。まず、希望としてはこの int16 キーになってほしいですよね。それから、ローカル変数はみんな int16 になるはずで、で、スタックは int32 になるはずですね。まぁ、だいたいこんな感じかな。まぁ、あと、ここの本文のところは、まあ、これから実際に動かしてみて確認するみたいな流れかな。はい。で、とりあえず全体のテストを発射すると、これだけ失敗するっていうのを確認しておきましょう。はい、そうですね。シンプルオーバーオールバイイント16、サメーションテスト、失敗してますね。はい、予定通り。で、ここでブレイクをかけるんですが、なんか例外出てますね。まあ、デバッグ実行してみましょう。デバッグ。と、インバリッドストアオペレーション。ああ、スタックの方はイント3に、保存先はイント16。そういうストアは認められないと。はい。これ。だって消すんだ。これか。見直してみると、これまたあれですね。is numeric primitive がちゃんと、その int16 の値を判定してないからですね。なるほど。じゃあ、止めて、これですね。あ、まあ確かにないですね。なので、ここに追加します。イント16ですね。こっちもついでにやりたくなりましたけど、とりあえずこのまま動かしますか。お、なんかアサートですね。
なんだこれ。おう。これは、プッシュスタックで、イント16の値をプッシュしようとしたから、アサートしたんですね。どこでそれをやっているのかというと、ここ。ターゲットタイプがイント16だから、あー、なるほど。これは LD ロックコンバーターユーティティですね。LD ロックするときに、今のところバイトと S バイトだけは固定的にイントに、格納するように型を指定させてるんですよね。それ以外はそのまま抜けてしまうんでイント16の値が採用されるので、ここも追加する必要がありますね。あ、なんとなく見えてきましたね。つまり、代入するときに暗黙の型拡張が行われるようなシチュエーションのときに、先ほどのユーティリティの、ニューメリカルプリミティブ、あそこと、それから、このローカルタイプを個別に判定しているところに、それぞれのその型の判定が追加される必要があるということですね。こんな感じですね。はい、ブールの場合は特別にブール判定 してるので、それ以外の場合ですね、うん、はい、大丈夫ですね。これを動かします。お、インバリッドオープコードコード68、カレントインデックス9。まあ、なんかあれでしょうね。16ビットにまつわる何らかのオップコードが使われたんでしょうね。確認してみましょうか。イント16メインボディを見ます。LDCI41E ですね。ST60。LDCI42、ST61E。LD601 も EE。おコンブ I2 出てきましたね。前回、前々回でコンブ U1 とコンブ I1 をやって、今回コンブ I2 ですね。まあ、これで要するにショートへの、イント16への変換をしているって感じですね。で、あとは見た感じ変わってないですね。だから、こいつを対応すれば、16ビットへの対応ができると。はいはい。やることがなんとなく見えてきましたね。他の方について。まず、コンブ。コンブ I1 ですね。最後にやったのは。で、じゃあ、これをコピペでコンブ I2 を追加します。オップコードはコンブ I2 ですね。はい。で、どうやるかというと、ストックから値を取り出し、それが、数値のプリミティブ型だったら、あ、でなければ例外。まあ、それはいいですね。で、そうでなければ、スタックに値をプッシュする。これはもう、16ビットだけど、イント32として格納しなきゃいけない。まあ、ずっと言ってますけど。まあ、だから、イントでプッシュする。そのシンボル名を取得したら、それで代入式が書けるようになるので、ここですね。ここが、イント16キーになればいいってことですね。キャストすると。うん。これが S バイトと全く同じ流れですよね。まあ今、イント 8t をイント 16t に、うん、キャストを書き換えただけですね。これを、こう直しただけです。ということはですね、S バイト、イント8の時に、前回ですけど、大丈夫かなとか言って、符号拡張、型が拡大される場合の符号拡張で、結果的になんか代入と切り捨てがうまくいくのかどうかみたいなのを検証しましたけど、あれと全く同じことがここでも行われるので、まあ、もはや検証するまでもなさそうですね。このイント 16t で、キャストするだけで、上位16ビットが切り捨てられてみたいな感じになるような気がします。はい、いいですね。じゃあこれで動かしてみましょう。
今度は例外出ずに最後に行きましたね。で、内容を把握します。そうすると、もちろん今もう頭の片隅にあったんですけど、まずこのシステムイント16と出ているので、こいつは対応する必要があります。これはゲット C ランゲージタイプネームをまたいじれば、対応できますね。他を見ていくと、スタックはちゃんとイント32t になっています。で、1と2を代入するんですが、それぞれの値は、ローカルに取り出すときにまたキャストをしているので、ここで切り捨てが起きる。で、型拡張と切り捨てのこう流れ、一連の流れは前回、8ビットについて、検討した結果、問題ないということが分かったので、この16ビットについても問題ないと言えるでしょう。で、あとはもう本当一緒ですね。で、足し算の計算も32ビットで行っているので、基本今までの流れと全く一緒で、計算した結果をどうするかですね。ここで int16t でキャストしているから切り捨てられる。切り捨て自体は問題がない。で、それを、ここでキャストして代入する。で、あとはローカル2をローカル3に、コピーして、最後、スタックの内容を int16 としてキャストして返すので、なので、この、あれですね、片目だけ対応すれば、すべてスイズマが合いそうですね。はい、じゃあ、止めて、ユーティリティの、これですね、ゲット C ランゲージタイプネーム。ここで、ショートがやってきたら、ショートは、int16 ですね。int16 がやってきたら int16t を出力するようにすると、もうなんか uint16 も一緒に直しちゃいたい気もしますけど、まあ順番にやりましょう。でテスト実行します。はい、ここで見るとちゃんとint16t として出てますね。で、ローカル変数も全部 int16t として出ている。キャストの方も int16t になっているというわけで、このソースコードは正しいはず。なので、ちょっとコピペで持ってって動かしてみましょうか。はい、で呼び出し元の方も変えないといけないですね。int16 メインボディと。で、内部計算は 1+2 なので、まあ3になりますと。16ビットの3になる。これ1数かどうかですね。これ発射してみましょう。はい、これで。走らせると計算結果が3になってますね。16ビットの3になってます。なんでこの後ろのアサートも問題なく通過すると。はい、いいですね。じゃあ最後にこのソースコードを、こっち先やらないといけないか。テストコードの方に移植します。16ですね、ここですね。なのか。はい。で、ここからコピペで。テストの方に、またですね、ブロックコピーしないといけないですね。ここから、ブロックコピーで全部コピーし、ここへペーストする。で、いらない行を削る。で、インデントが今2になっているので、2として削る。
はい、で、テスト全部走らせます。はい、大丈夫ですね、全部通りました。お、あ、サクッといきましたね。コミットしておきます。これが全部サポーテッド、ショートタイプカッコイント16と、はい。で、8ビットの時のことを思い出すと、バイトの場合と S バイトの場合で、結局、ソースコードの、その出力、出力するソースコードの送信としては変わらなかったですね。切り捨ては同じようにキャスト構文で、切り捨てを発生させてる。あと、スタックには32ビットの値、int32 の値がプッシュまたはポップされる。そして、ローカル変数の、方はちゃんと定義されている通りの方、つまりバイトとか S バイトとかにすれば全てつじつまが合うという前提に立ってますね、両方とも。なので、今、ショートをやったんですけど、U ショートも、まあ、全く同じようにやればいいという算段がこれでつきましたね。じゃあ、引き続き、U int の方いきましょうか。あと、ああ、そうか。これ、まあ一応マイナスのテストコード書いておきますかね。せっかくなんでね。これまるっと、今書いたテストコードコピーして、で、SYと時どういう名前にしたんだったかな。マイナスの値は、SYt with マイナスとか書いたんですね。はい。まあ何のひねりもないですね。int16 with マイナス。シンプルオーバーレイ by int16 with マイナス。はい、int16 with マイナス。int16 with マイナス。はい、この出力されるソースコードも結局なんかこのリテラルの値が C シャープで書いた時の値そのままのものがここに単に出力されるだけということが分かっているので、まあ、同じように書きますか。2と5、まあ、マイナス2と5みたいな感じにしておきましょうかね。このソースコードも、マイナス2と5。なので、ショートで、要するに int16 の値で3が返ってくるメソッドになりますね、これで。はい、これそのまま実行すればソースコードの生成までも問題なく通るはず。はい、全件通りましたね。これと同じコードを検証するにはさっきC の方でコピペでこっちを持ってきたコードを単に書き換えればよくてマイナス2と5ですね。これを足した結果は3になる。呼び出し元はエクスペクトとか3なのでこれでいいはずですよね。はい、じゃあ C のソースも実行してみます。3返ってきましたね。でアサートも通ると。はい、ああ順調ですね、いい感じです。プッシュしてしまいましたね。どうせ誰もプルしてないか。アメンドしていいかな。まあまあいいか。普通にコミットしましょう。あって。int16 テストコード。はい、いいですね。じゃあ、uint に行きましょうか。uint もまずテストを書きます。
今の、ちょっと、いらない S バイト閉じておいて、このイント16全体ですね。これコピーして、で、uint 16を作ります。もう全部名前を変えていけばいいですね。by uint 16。メソッド名も uint 16になる。下も変えておきますね。マイナス、マイナスのテストはないのか。ないですね。最大値にしますか。最大値がまかり間違って、要するに符号付きとして扱われると、もし、符号付きとして扱われると変な結果になる可能性がありますよね。まあ、それをテストする意義がありそうですね。なんで、じゃあ、uint16 with max value とか、にしますか。こういうメソッドを、まだちょっとボディ変えてないですけど、テストすると。uint16 with max value。はい。こんな感じです。ね。はい。で、メソッド名も変えないといけない。はい。上から順番にやりましょうね。まず、単純な1たす2のパターンで、ここは、u ショートになる。足した結果も u ショートにする。そしてその結果は戻り値として u ショートで変える。ですね。これ、実行せずに予測できる範囲としては、まず、型が uint16t ですね。なので、ローカル変数もきっとこんな感じになる。なんだけど、使うスタックは int32 ですね。収まりますから、こうなると。で、あと、キャストも uint16 とかになるような気がしますね。こんな感じかな。これで、すべて辻褄が合ってるかどうかですよね。まあ、ひょっとしたら、出力されるソースコードはこれでいいけど、IL は何かまた新しい命令が、挟まるような気がしますね。特に昆布のあたり、昆布 U2 とかあるのかな？なんかあったような気がするんですけど、なんかそれが使われようとして定義されてないからエラーみたいな流れかな。はい。じゃあ実際動かしてみましょう。あ、ブレークかけておきますね。ここへブレークかけて、デバッグ。インバリッドストアオペレーション。ああ、なるほど。スタックは int32 だけど、ローカル変数領域は uint16 と定義されていて、例によってニューメリックプリミティブをすり抜けたんですね。じゃあ、こいつに、ニューメリックプリミティブの一つとして uint16 が含まれるというふうにしときましょう。はい、こんな感じですね。では、もう一回実行します。あ、自己スレッド間違えたかな。ごめんなさいね。テスト。これだ。デバッグ。今度はスタートですね。ああ、これですね。uint16 の値をプッシュしようとしたからですね。まあ、さっきと全く一緒の流れですね。そうすると、ここに来て、ここの判定に含まれてないから、刺さってるんですね。こいつはローカルタイプオブ u ショート。u ショートだったら、int32 とするということですね。はい。もう一回実行します。
あ、で、インバリッドオプコード来ましたね。で、オプコードの、オプコードのコードが D1。で、インデックスが9と。まあ、ここまで来たので、アイルスパイでどういうコードが出ているのかっていうのを確認します。ニューイント16メインボディ、これですね。ローカル変数はやっぱり4つありますね。で、全部 uint16 になっている。ldcion1、st6、ldcion2、st6、ロードロック、あと、コンブ u2 ですね。これがない。あとの流れはやっぱり一緒ですね。なので、コンブ u2 だけ対応すれば OK と。全く同じ流れですね。これは最初に対応したバイトと同じ戦略。なので、まあ結果的に今までやったキャストが成立するようなコードにしてやれば OK と。この今コンブ i2 なので、もうこれをコピって、コンブ u2 にします。あ、間違えた。こっちじゃないです。こっちですね。オープンコードをコンブ u2 にします。そしてアプライはポップスタックして isPrimitive にかかれば、じゃなければ過ごされる、プリミティブ、ニューメリックプリミティブであれば、プッシュスタックします。この時の型は int32 ですよ、合ってます。そして出力する C のコードは、ここのキャストが int16 じゃなくて uint16t でキャストすると。こういうことですね。では、テスト実行と。うん、通りましたね。これはもう一個のやってない方ですね。あれ違ったかな。ああ、いや、まだ通ってないか。まだ通ってない。何がいいかな。expected string length 76 bat 76。なんかちょっと足りないですね。あ、なるほど。型名が、システム uint16 って出てますね。確かに。はい。これもさっきと同じ流れで、utilities に、これですね。get c ランゲージタイプネームがあるので、ここに、uint16 と同じような感じ、int16 と同じような感じで、uint16 が来たら、uint16t。という型を返すというふうにすればいいですね。で、動かします。はい、全部通りました。いい感じですね。で、これはこれでいい。もう一つこっちですね。 uint16 with max value メインボディ、こっちも直していきます。優勝との値、優勝と返します。で、ただ、ここが、こういうことですね。例えば、優勝と min value? あ、じゃあ、max value?マックスバリューだとあんまり嬉しくないか。これ、足せないですよね。というか、足すとオーバーフローしてしまうので。意味的には、例えばですけど、マイナス5の値を、リテラルでちょっと書く必要があるんですけど、リテラルで書いたとします。で、ここの優勝と5が、2とかすると、結果足したら、優勝とマックスバリューマイナス3の値になってるはずですよね。うん。これ、自分でやってもいいですけど、優勝とのマックスバリューって65,535ですよね。そこから5を引くってことは65,530なんですが、計算させれないかな。こうコンストで書けばいいかな。優勝との、
スバリューマイナス5イコールウィーショートマックスバリューマイナス5みたいに書いて、これコンストだったらいけないかな。これが何かですね。コンスタントになってますね。いけそうな気がするな。これをここに書くと、コンストなので、多分ね、コンパイル時に、これリテラルになるんじゃないかなっていう気がしますね。ちょっとビルドして、ILSpy で見てみますか。うん、ビルド成功しました。リロードして、メソッド。検索すると、ああ、なってますね。直置が、計算した結果が、この計算は、C コンパイラーというか、C シャープコンパイラーというか、ロズリンがやったんですね。で、直接この値が、取り込まれている。それを LDCION で入れてますね。LDCION はすでに実装されているので、このコードはちゃんと出るはず。で、あと2が入る。あと流れは一緒かな。一緒のようですね。なので、これ、現状のままでソースコードはちゃんと出るような気がします。はい。で、じゃあ、ちょっとここで、ブレークをかけて、実際に動かしてみましょうか。どういうソースコードが出るのか。はい、来ました。エラーは出なかったです。で、中身を見ます。uint16t。まあ、この辺は、さっき確認したから大丈夫ですね。メソッド名もちゃんと変わっている。ここで、スタックに65530というリテラルの値を代入してますね。で、その後の流れは一緒ですね。uint16t でキャストして、みたいな感じになっていると。それだけですね、逆に言うとね。ということは、テストとして確認するために、せっかくだから、今のコードをコピペするか。ちょっともう一回実行します。デバッグ。はい、来ました。ちょっと見えない、すみません。はい、なんかマウスの調子悪いな。電池なくなってきた。よいしょ。なんか、動きが。マウスの動きが微妙ですね。渋い感じですね。ちょっといかんですね。コピーします。で、ちょっとデバッカ止めて。で、C のコードの方に、今のコードをコピペで置きますと。で、メインの方の呼び出しコードを直します。あとは一緒ですかね。あ、結果が違うか。結果がどうなるかというと、優勝とマックス、あ、そうか。これは C だ。C シャープじゃないですね。優勝と、uint16max というシンボルがあるんですよ。C には。これは、スタンダードイント H の中に定義されてますね。で、やったことは、ここマイナス5プラス2したんですよね。なので、ここも、しまった。なんか、マウス本格的にいかんです。受ける側も uint16 にして、この計算結果と一緒になればいいはずですよね。
ちなみに Uint16Max を確認してみると FFFFUI16 もまあそうなんだけどちょっと分かりにくいので出るかな。ああダメですね。これ受信に直せるかなと思ったら直せなかったのでこれが定義されているところへ、飛びます。Go to declaration なってますね。 0xFFFFUI16 という感じですね。はい、じゃあ、これを実行してみます。はい、で実行するとリザルツには FFFC が入っています。ちょっとそれじゃ分かりにくいので直します。エクスペクテッド計算させますね。よいしょ。はい、そうすると65532ですね。はい、で両方とも一緒になってるからアサートは成立して何も出ない。はい、で晴れて実行終了という感じですね。ちょっと電池がなんかどうなんで、あれでもなんかちゃんと光ってるよな。あんまりいかんない。まあいいや。はい、じゃあこれでUint16 の大きい数字の方の方も確認できましたね。ちょっと待ってくださいね。なんかマウスがねどうにもダメなんでちょっと待ってくださいね。どうしようかな。マウスか。今つけてるやつが Bluetooth なんですよね。有線式のマウスが今すぐ近くにない感じですね。やりにくいな。まあいいや。じゃあ、タッチパッドはあるので、まあこれでしょうがないからやりますか。はい。これを全部コミットします。サポーテッド、優勝と書いて、ユニット中。コミットします。いいですかね。はい、これで、でもこれで結局40分ぐらいかかってますね。じゃあ、まあ今回は、ここで終わっておいて、次回は、フロートとダブルやりますかね。なんか、フロートだけかダブルだけか。またこれも、なんか符号拡張というかですね、なんか .NET、C シャープ、ちょっとどっちかわかんないですけど、64ビットの不動小数って演算が基準になってるみたいなんですよね。フロートで、値を指定しても、例えば足し算とかすると自動的に符号拡張されて64ビットの不動小数点算をしてしまうので、最初はなんかダブルを、対応させるようにした方が楽かもしれないですね。いちいちなんかこうできるんかできないんかとか言って悩まなきゃいけないんで、なんかそうした方がいいような気がします。そして、2、3回言いましたけど、リトルエンディアンのその、ビット列をどうやって、ダブルの、表現に変換するかっていうのが課題で残りますね。
そこを C なら簡単なんですよね。あのなんかポインター参照とかやるか、あまあそうかな、それが一番簡単かな。ポインターで、ポイン、例えばですけど、イント64の表現をなんかこうメモリ上に用意しておいて、そこのポインターを使って、ポインターのデリファレンスを、ダブル型でやると、そうするとダブルの値が得られるみたいな強引なこと、強引でかつ、効率のいいことが、書けるんですけど、C シャープでそれできない、アンセーフ使えばできるけどできないので、まあどうするかみたいな話ですね。はい。まあそのあたりが課題になると思います。じゃあまあ今回はこれで、ここで聞きたいと思います。あ、そうだ。あれですね。タグを切っとかないといけないですね。しまった。うん、いいかな。ここが、シャープ6の22と。はい。じゃあ、そういうことで、また次回よろしくお願いします。